はいどうも皆さんこんにちは、ピオキングです。今日はみんなでバトルやっていきましょう。やっぱね、僕がスーパーマリオメーカー2するって言ったら、やっぱみんなでバトルって感じがすると思うんだけど、どう？みんな、それか 1% 以下コース限定みたいな動画出してるんだけど、そっちの方が俺っぽいかな。みんなね、どっちの方がピオキングっぽいかな。ちょっとね、それ気になってるんだけど。さて、これはね、キノコを一応取っておこっか。あ、待って、俺よしよしよし。で、青の土管に入る。これはいけるかな、俺。よし、あー、ちょっと待って、あ、くそ、待って、マリオ。よし、オッケー。これは、俺、同じとこ行ってよかったのかな。あー、そういうことか。で、どっかにあの鍵が出てくるところがあるってことかな。よし、で、これを登っていこうか。誰か入っていったかな、ここ。あ、なんでか俺カロンに当たって死んじゃったんだけど。待ち伏せしてるやつらがいるな、このキノピコ。集まったな。でも俺もね、あんまりこの状態じゃ。え、待って、誰誰、待って、あ、待って待って待って、いや、これゴールっぽいぞ。なんかここは違う、違うな。え、待って、俺取った、俺取ってないよね。よし、俺中間ポイント取ってなかったけど。さて、本物がいるな。オッケー、本物がいるな。よし、あー、ちょっと待って、もう一回チャンスくれ俺に。そこはゴールでなくて、あー、まあいいや、まあいい、みんなでゴールできてないな。ルイージ大丈夫か、あれ。ルイージ前回のミンバトで優しかったルイージ。まあね、うん、初戦は負けたけど、一応ゴールできたからね、いいでしょう。で、やっぱね、落ち着いていかなきゃダメだね。落ち着いていこう。俺だけなんかちょっとランクめっちゃ低い気がするけど、落ち着いていこう。大体勝つ人ってみんな落ち着いてると思うんだよね。それじゃあね、しっかり落ち着いていこうか。俺の得意なニューマリだし、ニューマリのスキンだし、しっかり落ち着いていこう。で、最初フラワー取ろう。オッケー。で、待って、今キノピオ俺にヒップアタックしてきたんだけど。よし、オッケーオッケーオッケー。これチャンスじゃない？これ落ち着いてったら勝てるぞ俺。フラワー取ってるし。よし、で、このまんま中間ポイントゲット。オッケー、でかくなったしね。で、このまま行こうか。よし、これ S プラスの、おー、びっくりした。あー、待って、カメかと思ったわ。よし、オッケー。じゃあ俺はね、しっかり待っておこう。 S プラスたちに勝ったけど、しっかり待っておこうか。なんか横取りしてくるね、人たちもいるから、てっぺんで待っておこう。やっぱ落ち着いたら勝てるよね。なんかあそこ3人でめっちゃ争ってるけど、多分ね、めっちゃ走ってくるぞ急に。ほらね、ほら、来た来た来た。めっちゃ来た、ほら見て、ダッシュしてくるでしょみんな。まあ、ありがとうって言ってくれてるだけで、ね、嬉しいな。なあ、あのカメめっちゃ浮いてんだけど。まあ、一番レートが低かったけど、やっぱり最初のファイヤーフラワーを取ったのがね、良かったと思う。 S プラスとかに勝ったら、さっき30ぐらい増えたけど、やっぱ自分がね、一番ランク、まあレートっていうのかな、一番低かったら勝てた時のレートめちゃくちゃもらえるんだね。30は初めてもらった気がするな。次マリオがね、めっちゃレート高いけど、落ち着いていこうか。 0+0 はこれ1でしょ。よし、真ん中でいいや、真ん中で。で、待って、俺はルイージでしょ。 OK、 あ、違うな、これ 0+0 どういうことだろう。ここも違うのか。じゃあ一番下かな。でも一番下も違うっぽいよね、なんか。 OKOKOK、 ここか。ってことはさっきマリオ行ったな。で、これは下？違う。これ問題どうなってんだろう。 0+0 でしょ。で、一番下で、これも 0+0 は真ん中入ってみるか。 OK。 で、次、じゃあ次一番上入ってみる。オッケー、来た。そしてこれは、これは難しいな。待って、ゴール。すげえ、
これ問題がねよくわかんないんだよね。みんなどういう意味だったかわかる？今の全然俺わかんなかったわ。まあ、最近ねコメントをね結構見させてもらってるんですけど、英語で死ねバイダイかな、マンマンっていう人、俺にやっぱ死ねって言ってるのかな。なんかね前のミンバトの動画にもねめっちゃそれ書かれてたからめっちゃ気になるんだよね。待って、ルイージ大丈夫？ルイージ大丈夫？動いてないぞ。何やってんのルイージ待って、何やってんのルイージ、ルイージルイージ遅いなバカめ。よし、俺が一番にこういうの言ってみせよう。よし、オッケー。あ、待って、ちょ待って、これ難しいな。よし、で、上で、右、オッケー。こういうのはね、俺結構得意なんだけど、一番にいけるかな。うおー、キノピコ早い、キノピコ早いけど、俺は負けない、俺は負けない。よし、あ、待って、マリオも早いな。よし、あ、違う、あ、待って、これ鬱陶しい。よし、あ、待って、俺もゴールしたい、待ってくれくっそー、これ楽しかった。でも負けたけどめっちゃ楽しかった。こういうバトルで、ね、俺めっちゃ好きやわ。もう一回したいなこれ。しかしキノピコねめっちゃうまかったな今の。でも勝ったのはマリオか。キノピコめっちゃ早かったんだけどな。マリオすげえな、一番最初にキノピコ行ってたんだけどね。あー、今みたいなコースまた出ないかな。一番得意なニューマリノスキンだっただけにちょっと悔しいわ。ズバちゃんゲームズ、実況者みたいな名前してるけど実況者かな。スイッチインアスイッチ、なんだスイッチがいっぱいあんのか。これはすぐ右の土管に入ろうか。あ、待って、俺が3番手ね。よし、で上の、よし、キノコ取らった、オッケー。俺だけ取れたけど、あ、これスイッチの形になってんの。よし、あ、待って、危ない、これ死ぬやつだ、これ油断したら死ぬやつだ、マジでやばい。よし、落ち着いていこう、これこそね、オッケー。よし、ゴールか。まあいいや、俺もゴールできた。お、2人だけ？すごいねこれ、ニンテンドースイッチの画面の中みたいになってんだ、めっちゃ可愛い。さっきのバトル用コース来ないかな、めっちゃやりたいな。またああいうのねほんと好きだからめっちゃやりたい。ケイブラン、スピードランもねたまにはやりたいな。一時スピードランやってないもんね俺。あ、いいねこれ、こういうステージも好きだぞ俺。すぐ左ね、オッケー。あ、待って、俺を足蹴にしないでよし、オッケー、これ左かな。で、あ、待って、危ない、よしこれ危ない、よし、危な、あのルイージ、俺を殺そうとしたぞ。待てや待てやルイージ、俺は上に行くぜ、オッケー。で、このまま上、よし、で、このままどっかに鍵があるんでしょう、きっと。マジか、トゲ絶対俺ね今の生き方で合ってたと思うんだけどな。落ちたわ、焦ったのが敗因かな。まあいいや、このまま、危ないから、ちょっと待って、さっきの仕返しかみんな。よし、オッケー。で、ルイージが行ったな上に。よし、オッケー。あ、待って、危ない、よし、あ待って、危ない、これマジで危ないな。よし、オッケー。で、このままジャンプ、オッケー。よし、また俺が一かしてもらったけど、ここは落ち着いていこうか。で、鍵、オッケー。鍵をね、これなくさないようにしなきゃ。危ない、これはまずい、オッケー。で、ジャンプ。え、待って、これ俺積んだくね、これ勝てるチャンスだと思うんだけど、待ってくれ、俺を踏まないでくれ。俺の鍵だぞそれは、俺の鍵だそれは、俺が持ってきたんだ。よし、ま、あの、ちょっと待って、まあいいや、俺先に待ち受けておこう、俺はもう先で待ち受けておこう。あ、待って、
これ勢いつけていかなきゃダメっぽいな。俺を踏ませねえぜ、俺を踏ませねえぜキノピオ。よし、オッケー、こっちに来てください。あ、待って、ダメダメ、キノピコ待って、俺は、あはははっ、くっそ、これ壮絶なバトルだな。まだ争っててくれよ、俺が行くまで争っててくれよ。俺が死んだ瞬間に行くとかなしだぜ。あ、まだ鍵は開いてないから、やばい、マリオ一人でいる。マリオまだ行くんじゃないぞ、大丈夫かな。鍵はどこにある、鍵は、鍵浮いてるな。よし、おーし、オッケー、よし、でここで俺は、あ、待って待って待って、俺俺危ない、俺、あはは、くそー、俺これ持っていこう、もう俺これマリオにぶつけるわ、来たやつらにぶつけるわ、もう、よし、そしてこれどうしようか、こんな感じか、オッケー、よし、中間ポイントか、これでやっと、そしてこのまま右、焦るんじゃないぞ俺、勝てるチャンスがあるからな、ここには。よし、オッケー、でこのまんま来てるな、みんな、でこのまま左行くかな、これドア入っていいのかな、一気アップかーい、意味ないなこれ、よし、このまま、あ、待って、これ、なるほど、そういうことか、これ上に上がったもん勝ちだ、そういうことか。残り52秒でいけるかな、俺は道を分かってるからちょっと有利だけど、残り34秒か、あ、ジャンプジャンプジャンプの走ってジャンプ、オッケーオッケー、そしてゴールはもう近い、やったよし、長かったこのコース、あー長かった分勝てた時の幸福感がめっちゃやばいめっちゃやばい、勝てた時のこの幸福感っていうのめっちゃ嬉しいわ。もうみんなもね、手に汗握ってもう応援してほしい、頑張れピオキングみたいなそんな思ってくれてる人はね、数人いるかわかんないけど、それじゃあ次でラストバトルにしたいと思います。ラストバトル集まり悪いな。でもそういえばね、さっきも言ったけど、僕の方に死ねって書いてる人がいるんだけど、死ね DY マンマンさんって書いてるんだよね、全部ローマ字で。これどういうことかな、本当に死ねって言ってるのかな。いや別にいいんだけどね、ネットだから、まあ俺のことね嫌いな人もいっぱいいるだろうから。でもちょっとね、これ数が多すぎて俺ショック受けてんだけど。でピオキングのプリンスさん、最近ね辛口ですいません。いやいいんですよ、ピオキングのプリンスさんは辛口で厳しいけど、でもねしっかりファンでいてくれてるっていう感じがするから、俺めっちゃ好きなんだよね。まあ辛口でへこむ時もあるけどね。よし、俺はでもキノコをねしっかり取っていきましょう。でこれ蹴るか、あんまりねアイテムを舐めてるとすぐ死ぬから、みんなアイテムをねしっかり取ってった方がねいいと思うんだけど。よし、これラストバトルだから、オッケーオッケーオッケー、でこのまんま土管に入る。あ、意外とあるなこれ、しかも結構これアイテムないと厳しいやつだ。あのキノピオ死ぬんじゃないの、ほらやっぱり。でこれをジャンプしていきたいけど、待って危ない危な、よし、これは取っておこう、絶対取っておこう、これオッケー。このね水のステージじゃ絶対ファイヤーボールは必要だから。で見て見て、ほらわかるこの感じ、もう俺勝った感じ。あー嘘、待って待って、これはまずい、あちょっと待って、俺は踏ませね、絶対、あ待ってダメだ、よし踏んでいこう、やった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 、よしでファイヤーを取って中間ポイント。これはまたもやピオキング選手勝ちなのか、これは、待ってマジで、ここでここでクッパかよ、うそー、頼む誰か倒してくれ、誰もいねえ誰もいねえ、クッパを倒すやつ誰もいねえ俺しかいねえじゃん、よしオッケー、でこのまんまオッケー、そして右にゴールがあると思ったら全然ないじゃん、マジかよ、これは難しいな、よし
もういいこのまま行こう、もういいこのまま行こう。これ怖くね？でもこれ俺行けば勝ったんじゃないの。よしよし、早く早く早く、オッケー。でドアに入る。そう、そこには、なるほど、そういうことか。こっちじゃないってことなのか。なあ、そこか。完全に手のひらで回された感じだな、制作者に。参りました。それでもね、なんか最近やっぱりいい感じにレートは少しずつだけどね、増えてきてる。今も290でしょ、次230じゃないや、次300ぐらいまでいけたらいいよね。はい、それじゃあ今日はこの画面ですけど、今日のみんなでバトルはここで終わりたいと思います。それじゃあまたね。